基本とは、物事を成立させるために基づくもののこと。ここでは、教育用語における基本及びミニマムエッセンシャルズについて解説する。教育用語としての基本は、講義では、知、得、体という人間形成全般のことで、教義には読み、書き、計算を示す。ミニマムエッセンシャルズの訳語で、口実の1976年12月の、 教育家庭審議会の答申において広まった。用法が広く、一定した用法は確定していないが、国民として必要とされる学習内容を読み、書き、計算を中心とした基礎教科とその内容各教科ごとの内容の、精通的視点としての内容体系や事項といった、いずれかの意味である場合が多い。また、1987年の教育家庭審議会の、 答申では全てを含意した意味で用いられる。かつては基礎と基本を語義的に区別する論議が相対的に盛んであったため、基礎、基本と連句で教育用語に用いられるようになったのは昭和51年12月の教育家庭審議会の答申においてであったと思われる。答申では基礎、基本の特質は国民として 必要とされる内容と規定され、教育過程の編成法人は、小、中、高の教育を一貫したものと捉え、小中学校については基礎的、基本的な内容を共通に履修させ、高校では個人の能力及び適正等に応じて、適切な内容を選択履修させるという考え方が読み取れる。ミニマムエッセンシャルズとは、教育用語で最低限教えるべき教材のこと。 20世紀初頭にエッセンシャリスト、アメリカの教育思想家の一派で文化遺産の伝道を教育の主要機能と考える学派によって教育過程の近代化が試みられた際に新しい社会に対応する基本的教育内容の抽出を始めたことがその由来である。基本には単に知識や技能の次元にとどまらず人間形成に資するという特徴がある。 これは戦術の1987年の答申において、個人、または国家及び社会の一員として人間形成を図る上で必要である、ようやくからも重要な特徴であることがわかる。また、応用及び発展への土台としての転移性に求む。そもそも、基本が身についていないというのは、課題を課すにあたり、学習した基本的な事項が十分に応用できて、 いないといった意味であることからわかる通り、基本は学習対象を獲得し、それを応用する力のことも意味している。また、関心、意欲、態度といった上位的なものを含むといった特徴もあり、これによって多様かつ総合的な能力の育成を目指すことができる。なお、基礎、基本的な内容や事項は一度では学びないもので。 何度も繰り返さなければならないといった考え方もあり、特に単なる繰り返しでなく、子供に合わせた発展的でなおかつ構造的な学習カリキュラムをと考える論者もいる。ありがとうございます。